ペン EP2 ペン EP2 は、オリンパスが製造、販売する、ミラーレス式一眼デジタルカメラである、マイクロフォーサーズシステムを採用している。2009年12月4日に発売された、同年7月3日発売のオリンパスペン EP1 の上位機種にあたる、デジタル版、ペンシリーズの第2弾となる。オリンパスとしては二機種目のマイクロフォーサーズシステムの一眼デジタルカメラで、 1> 第1号機である EP1 の上位機種にあたる。日本国外では2009年11月5日、日本では同12日に正式発表された。第1号機の EP1 との最大の相違点は、アクセサリーポートを設け、オリンパスがライブファインダーと呼ぶ、外付け電子、ビューファインダーを装着可能としたことである。対応する電子ビューファインダー VF- 2は別売りで、 視野率100%、倍率1.15倍、約144万ドット。また、アートフィルターに、ジオラマとクロスプロセスの2モードが追加されたこと、仕上がりモードに、アイフィニッシュが追加されたこと、胴体追尾 AF 機能が付加されたことも EP1、との相違点である。ボディカラーは、EP1 がシルバー及びホワイトであったのに対して、EP2 ではシルバー及びブラックが用意された。 シルバーモデルは EP1 では黒だったグリップがブラウンにされている。本体カラーの他にはアクセサリーポートを設けたことによりホットシューブが盛り上がっている点が EP1 との外観上の相違点である。ただし、使用上の本体サイズは突出部を含まないため EP1 と同サイズとされている。また、重さも 335g と アクセサリーポートを設けたことによる増加はない。ありがとうございます。